なんか聞こえたような。やってやるぜ。よし、行くぞ。よし、降りちまってるな。これじゃ入れねえぞ。おい、中に誰かいねえのか。反応がねえな。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかったか。おかしいな、ここにいると思ったんだけどな。まずはこの辺りを探してみましょう。あまり遠くへは行ってないはずよ。お
は殺して奪ってやる、ゴムゴムの実。お前何言ってんだ、そんなもんやるわけねえだろ。ウィついでに周りの連中もまとめて全員ここで死ね。よし、みんな準備できてるな。ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。よし、やるか。ディアブルジャンブフランバージュシャット。俺の方はいつでもいいぞ。鬼ピンピンしてるぜ、麦わら。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。クソ頑丈のやつ。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。お前が本当に欲しいのはこれだろ、バージェス。てめえは、弟とその仲間に手を出すな。サボ、よし、イクスキアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。死ぬか、麦わら。俺に任せろ。ムートンショット、いつでもいいぞ。そっち系一刀流、よし、ヒッソンソン。任せて、サンダーチャージ、ウィングアーム。やる。そうか、それからエースのメラメラの実だが、俺が食っちまった。構わねえ、それが一番だ。この力、一緒に戦ってくれてありがとな。気にするな。あ、レベッカ、ちょうどいい、お前に用があったんだ。え、その声、あなたもしかしてルーシー？ちょっと手伝ってほしいんだ、一緒に来てくれよ。ええ、でもどこに？あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる、よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの？お前、エースのことも知ってるのか？ええ、あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか、あいつは強かっただろう。すごく強かったわ、押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。それにしても三人ともあんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでもそんなことはどうでもいい。あいつは弟で、俺たちは兄。ルフィもエースも俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら、世界のどこにいても駆けつける。そう、
悪いな。助かったよ。行くぞ。よし。見て、こっちにも道があるわ。どこにつながってるのかわかんないけど、とにかく進んでみるしかないわね。レベッカ、お前は戦わなくていいからな。安心して、あなたは私たちが守るわ。その姿、剣闘士なんだよね。あなたは戦うのが好きなの？違うよ。でも戦ってでも手に入れたいものがあったんだ。手に入れたいもの？私、兵隊さんともう一度暮らしたかったんだ。そのためにはどうしてもメラメラの実が必要だったの。そう。ねえ、その兵隊さんって？兵隊さんは私を育ててくれた人。じゃあ、あなたのお父さんも？うん。ドフラミンゴの手下の力で、この国の多くの人は大事な人を忘れていたから。ひどいことするわね。私はドフラミンゴってやつ嫌い。同じだね。私もよ。ね、いないわ。
そう。ごめんなさい。なんだか悪いこと聞いちゃったみたい。ううん、大丈夫よ。私にはアディオがいるもの。そう。大切な人がいるんだね。大切な人。結局こっちの道にも危ねえ連中がいんのかよ。行くぞ。よし。では。見て、誰かが道を塞いでいる。レベッカ様、よかった、ご無事だったのですね。なんだ、レベッカの知り合いか。ううん、初めて見る人よ。ええ、おそらくレベッカ様は私をご存じないかと。私はレベッカ様のおじい様に仕えていた元兵士。陰ながらレベッカ様をお守りしようと剣闘士になったのですが、一度もお会いすることなくおもちゃにされてしまっておりました。そう、大変だったんだね。やっとこの姿に戻れましたので、レベッカ様をお守りすべくコロシアム周辺を探しておりました。しかし情けない、こんな事態になるまで私は何もできなかったのです。違うよ、あなたが悪いわけじゃない。そうだぜ、悪いのは全部ドフラミンゴじゃねえか。はい、まさに。かつて陸王様を騙し、ドレスローザを簒奪しておきながら、さらにこのような暴挙に出ようとは。あの平和だった国が今は見る影もなく、私は国を愛する者として悔しくてなりません。ええ、その気持ちは私も同じ。私だって大好きな人と平和に暮らしたかっただけなのに。大丈夫よ、二人とも。え？だってドフラミンゴはルフィがこれから倒すもの。そうで。ああ、あいつは俺が必ずぶっ飛ばしてやる。だからレベッカ、心配すんな。ルフィの言う通りだ。ああ、その前にレベッカ、リフトを動かしてもらいたいんだ。ああ、そうだった。そんじゃレベッカ、そろそろ行くか。
この辺り、私たちが最初に通ったところよ。ではまた同じように進めばリフトにつけますね。あの山の下にある扉が開かねえんだ。王宮に上がるリフトならわかるけど、とにかく見てみるよ。レベッカ、このリフトの扉の開け方がわかるかしら。このリフト、王の大地と同じ。これなら開けられると思うよ。ちょっと待って。よし、待ってろ、ドフラミンゴ！何か降ってきたぞ。ありゃ人じゃねえのか。行ってみましょう。ドラオじゃねえか。ひどい怪我だ。動いたらダメだぞ。おとなしく言うことを聞く気はないみたいね。いけませんよ、無理をしては。俺の問題だ。邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前、俺は恩人をドフラミンゴに殺された。元ドン・キホーテファミリー最高幹部コラソン、俺に命をくれた人だ。ドフラミンゴを倒すために俺は生きてきたんだ。さっきは油断したが、今度こそ行こう、ドフラミンゴのところに。ダメだぞルフィ、傷だらけのルーを動かすなんて危険だ。怪我人の世話は俺に任せろ。一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。ねえ、はっ！
行くぞ。よし。よし、行くぞ。はっ。北はこっちか。ああ、てめえの頭の中ではな。行くぞ。よし。おお、崩れてこないかドキドキするぞ。よし。さっきから北に進めてなくねえか？はっ！おっとっと。よし。
っとっと、ほいっと、フランキー褒めたってなんも出ねえぜ。町の原型すらとどめてねえな。
しトラオさん、あれから気絶したままですね。そういえば恩人を殺されたって話していたけど。ドフラミンゴは非常な男だ。奴やその仲間に命を奪われた人間は数知れない。出たけど、この先どうなってんだ？よし。ここ、ずいぶんジメジメしてるわね。あ、大丈夫？滑るから気をつけて。おっとっと、ありがとう。よし。
あ？なんだこいつらは。すごいのね、こんな風に鉄を簡単に切るなんて。よし。そうか、剣士ならこのぐらい珍しくねえと思うかな。よし。あ、そういやここウーシーと一緒に来たとこに似てんな。ウーシー？あ、牛のウーシーだ。やっぱりルフィは面白いな。向こうから風が吹いてる。みんな、そろそろ外に出るわよ。あそこにいるのって。変な野郎だ。いきなり寝始めやがった。おいおい、こっちは賞金首が自分から来やがったぞ。すべて切り刻んでやる。なんだこいつ。おお、キャベツじゃねえか。待てルフィ、こいつの殺気普通じゃねえぞ。残らず切り殺す。切り裂いて、切り刻んで、切り落としてやる。あ、あいつ急に黙ってどうしたんだ。ウソップ、油断しちゃダメよ。彼、とんでもないスピードの持ち主だから、下手すると一瞬で首と胴が離れて死ぬことになるわ。こっち向いた。かかってこいよ。よし、行くぞお前ら。まずい。三刀流100ポンド。今行く。ディアブルジャンブフランバージュショット。見せてやりましょう。あたしたちフェザーエッグ生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。流走拳竜の勇気。この俺が敵目指す力を。麦わら、そしてトラファルガロー。何しやがる。僕の人気を返せ、最悪の世代。何すんだ。こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。あ、気がついたか、トラオ。ドフラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。何？それは僕の役目だ。ドフラミンゴを討ち取り、
さらなる人気を得るんだ。なんだ人気って。考えてみろ、ドフラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば新聞社が放っておかない。朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ。ドフラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。別、勝手についてくんなって。うるさい、僕も行く。それに僕はキャベンディッシュだ。どこだここ。トラオのやつが南に行けって言ってただろ。
ここからどう進めってんだ。ゾロヤ、いいから戻って南へ進むぞ。